はい、お疲れ様です。昨今情報の価値ってのは非常に高まっております。例えばね、ここに2つの書籍がありますけども、この本の中から様々なアイディアをひねり出すことができるんですよね。この相反するエンターテインメントの本と、こちらビジネス書ですよね、相反する本なんですけども、両方とも私にね非常に高い付加価値を与えてくれてます。例えばこの綾野浩二金丸さんの本ですけども、この本を読んで、ああ楽しかったな、ためになったなということで終わっていっても十分価値を感じることができますけども、この綾野浩二金丸さんの本に私なりの付加価値を加えてさらに出していくってことになるとどうでしょうか。例えばね、ここに中高年よ笑って流してって書いてますよね。中高年を笑って流してという章をこうやって読んでね、ためになったなぁと思った後で、私がですね、ロスジネ世代を笑って流してっていう新しい価値を作り出したらどうなるでしょうか。この本に私は付加価値を与えたことになるんですよ。で、情報っていうのはね、10の情報をゲットしてそれを100にすると付加価値を10倍にしたと言えるんですよね。で、これが個人のレベルでできるわけですよ。例えばここにスマホがありますけども、このスマホの価値を10倍にしろって言っても困っちゃいますよね。でも情報っていうのは受け取った人がいかようにも価値を高めることができるんですよ。逆に言うとつまらない解釈をすると価値を貶めることになります。綾野浩二金丸さんの本を読んでこんな感想を持ちました、こうですよっていうふうに私の見解がもしかしたらね、この本を買うのをやめさせるかもしれないんですよ。まあですんで、解釈の力、付加価値を与える力ってのは非常に個人差が出る重要なものになってくると思います。稼ぐ人っていうのはこの付加価値の使い方が上手なんですよ。特に情報発信によって稼ぐ人っていうのはね、こちらの方も同じことが言えます。ビジネスの解決書ですけども、これについてこれ書いてます。そろそろクビにした方がいいでしょうかっていう質問が寄せられてますけども、これに対して書籍の著者っていうのは、真意を解決しない限り神様は永遠に課題を与え続けるとね。問題がある人をクビにしたところで、その人が問題を抱えてるわけではないと、その人が問題にぶち当たっただけなので、問題を解決しなければ結局同じことですよってことです。ここに私なりに付加価値を与えるとすると、誰が問題なのではないと、何が問題かを追求しろっていう言葉になりますね。で、多くの人は問題を抱えている人を問題にしますけども、違うんですよ。問題を抱えていることを問題にしなければならないんですよね。まあこういうふうに解釈することによって付加価値を与えることができるのが情報発信です。さあ今回ね、愛媛大学の奈美さんがスタート100というコンテンツを作られました。ここには様々な価値のある言葉が存在してますけども、その言葉にどのような付加価値を与えていくのか、このトレーニングをするのに今回の奈美さんのコンテンツはうってつけなんじゃないかなと思います。トレーニング期間はなんと1年です。しかも同じキーワードを3日連続で受け取ることができますので、聞き逃しても大丈夫です。さらにその日のコンディションや自分の気持ちによってですね、受け取った言葉が同じでも違う解釈が生まれるかもしれません。これが付加価値の力です。ぜひ付加価値を伝えるために、付加価値をねどんどんつけるために、トレーニングだと思ってこのコンテンツ参加してみてはいかがでしょうか。まずは公式 LINE にご登録ください。それでは。